った、いてくれた。私、どうしよう、どうしよう、お願い先輩、助けて。さっき病院から電話があって、私どうしたらいいかわからなくて、それで先輩に。ねえ、どうしよう、どうしよう先輩。どうしたんですか？なんだかひどくお疲れのご様子ですけど。何かあったんですか？
先輩。どうしよう、私が呪ってやるなんて言ったから。ありがとうございます。お父さん、先輩がお見舞いに来てくれたわよ。先輩はお父さんのお見舞いに来てくれたのよ。なんてこと言うのよ。せっかくお見舞いに来てくれた先輩に失礼じゃない。私にはお父さんのその頭の構造がわからないわ。変なもの乗っけてるせいでおかしくなったんじゃないの？娘に向かってその口の利き方は何なのよ！ごめんなさい先輩、変なとこお見せしちゃって。せっかくお見舞いに来てくれたのに。はい、ありがとうございました。
先輩、またお見舞いに来てくれたんですか？相変わらずですよ。元気って言えば元気だし、頑固って言えば頑固だし、ハゲだって言えばハゲだし。お父さん、先輩が来てくれたわよ。もう、なんでお父さんってそんなに頑固でわがままで自分勝手でハゲなのよ。先輩はお父さんのこと心配してきてくれてるのよ。なんでそれがわかんないのよ。先輩はそんな人じゃない。お父さんがここに担ぎ込まれた時だって一緒に来てくれて心配してくれて、どうしたらいいかわからなかった私を助けてくれて、先輩がいてくれたから私、それなのにそんな言い方。いつまでもミミッチク残り毛にすがってないで、剃っちゃえばいいじゃない。やれるもんならやってみなさいよ。腕吊り下げられた入院患者のくせに。思ってるのかしら。やめてくださいよ。仲がいいだなんてハゲが映ります。そういえばそうですね、ここんとこ慌ただしかったからすっかり忘れてましたよ、そんなこと。そうか、明日からお正月なんですね。
お正月か。おめでとうございます。言ってましたよ朝から。でも途中で抜け出してきました。簡単らしくツルッツルの鏡餅とか置いてきてあげましたから心配いらないんですよ。先輩のお部屋変わってないですね。ずっと家に閉じこもりっぱなしの次は病院に通い詰め、ちょっぴり憂鬱な私だから、お父さんが病院のベッドで鏡餅に自分の将来を映してる間に、先輩との甘いひとときを思いっきり楽しみたいと思います。そうだ先輩、私おせち料理作ってきたんです。はい、お正月といえばおせち料理とお年玉。ってことでこれです。おせち料理って何が入ってるのかよくわからなかったんで、適当に見繕って作っちゃいました。さあ、召し上がれ。気にしなくていいんですよ。一応お父さんの分も作ってありますから、後で先輩と一緒に持っていけばいいだけの話です。
おいしいですか？先輩。もう。いつまで転がってるんですか？先輩、悪い冗談はやめてくださいよ。ねえ。